今日の一人飯は粕屋郡志免町にあるロイヤルカレーハウスさんでいただきたいと思います。おすすめは何でしょう？おすすめは、ランチだと、マンズランチがおすすめです。これ、はい、これチーズにできたりするんですか？はい、できます。本当？あ、おすすめって書いとる。じゃあこれいきましょう。これカレーは選べるんですか？選べます。カレーはバターチキン。バターチキンで、はい。飲み物も、はい、マンゴーラッシュ。マンゴーラッシュ、はい。辛さでしょ？私はね結構激辛なんですよ。10ぐらい。10。はい。すごい、50までありますからね。はい、じゃあよろしくお願いします。師匠お待ちください。はい、すみません。店長イケメンですね。え、何歳なんですか？まだ20代。20代、はい、20代で店長、すごい。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。ランチはですねこんな感じ。日替わりランチは780円って安いね。だけどさ、今日外にナスって書いとったけん、ナスはスカンだけん、まあこのおすすめをいただきます。焼きそばとかも美味しそう。インドの焼きそばか。学生セットはワンコイン500円、安いね。私はねナンはチーズが好きなんですよ。やっぱチーズやね。裏はテイクアウトもできますよ的な感じですね。うん。三重チャンネル見てるんですか？先週はちょっとこの前に言ってたんですけど、はい、やっぱ分からなくて、はい、今見たらちょっとネパールレストランとかでなんかインドカレーも、そうそうそう、興味が結構出してますよ。はい、はい、店長もこの辺に住んでるんですか？私はちょっと南区の方で。南区から通い？はい。あ、日本は何年目ですか？今は7年目。じゃあ日本語はほとんど向こうで勉強してきた感じ？日本に来てからちょっと勉強して、勉強が終わってから、うん、でも上手ですね。なんか綺麗だし。ちょっとだけ。普段やっぱ生活の中で覚えてる感じですか？それともドラマ見たりとか？あ、勉強、ちょっと学校に入って、うん、日本学校、あ、はいはい、大学まで行ってから。じゃあエリートじゃないですか？インドのどっから来たんですか？ちなみに私はインドのネパールから。ネパールか。はい。なんかネパールだけどでもカレーはインド。ですね、うん、カレーはインドなので、うん、全部キッチン、調理場で働いてるシェフさんたちはちゃんとインドで、10年修行した人、またちょっと勤めてる方が。なるほど。だってインド料理とネパール料理って全然違うでしょ？そうですね、ちょっと違うこともあるから、ちょっとインドで働いてるシェフさんとかもいるし、うん、ネパールで働いてるシェフさんの方もいるから、うんうん、インドのカレーとネパールの。なるほど。ちゃんと出してます。そうなんですね。はい、店長、これ夜は夜でまたメニューが違いますね。こちら夜のメニューになりますね。うん、一品料理もたくさんありますね。ありがとうございます。こう家庭料理的なものもあるんでしょ？はい。これびっくり、学生セットとかね、500円安いですよね。店長おすすめの料理、うん、なんか学生さんにお得になるようにね。学生さんやからね。紹介してから、はい、安い。たくさん来てほしい。はい、たくさん来てください。私このタンドリーとかも大好き。美味しいですよね。スパイシーで。もちろん美味しい。うん。この焼きそばも気になりました。だって日本のとちょっと違うの？そうですね、だから今ワンシーズンにも、あ、そうそう、入ってた入ってた、はい、へえ。でもお店はこじんまりしとうけどめちゃくちゃ綺麗な感じですね。ありがとうございます。夜お酒も飲めるんだ。してます。うん、ゆっくり。うん、お休みいつですか？毎週の木曜日が定休日で、うん、朝11時から15時まで、うん、ランチで、うん、3時から5時までまた休憩、うん、お仕事とか、うん、からまた5時から10時までまたディナーの家で。じゃあ木曜日以外はここに来れば店長に会えるんですね。ね、イケメンですね。モテるでしょ？ねえ、かっこいいですよ。なんか俳優かなんかなったらよかったのに。タレントとかね。え、わかりました。じゃあちょっとランチ楽しみに待ってますね。はい、はい、すいません。はい、失礼します。はい、マッパンズランチです。わあ、しました。わあ、すごい豪華、美味しそう。
チーズたっぷりですね。ありがとうございます。これは何かにつけなくてもいいの？このまま味がついてますか？はい、大丈夫です。はい、私いつも美味しいなと思うこのドレッシング美味しいですよね。はい、なんかオレンジの自家製です。え、これってやっぱ人参とかそういうのが入ってるんですか？人参入ってます。人参のオレンジ。そうです。体に良さそうですね。はい。うん、はい、セット飲み物のマガラシでございます、はい、ドリンクまでついて1380円ですからね。あ、美味しそう。これノーマルのなんだったらおかわり自由とかそんな感じですか？はい、やっぱりノーマルのなんだと、うん、じゃあ1回おかわりを無料で。あ、なるほど、わかりました。じゃあいただきますよ。めちゃくちゃ、ね、イケメン店長ですね。チーズナウン、チーズナウン、じゃーん、美味しそう。おお、どこまで伸びるの？ちょっとちょっとちょっと、わわわわわわ、しゃ、さ、いただきましょう。十から赤いね。多分一般の人には辛いと思います。いただきます。うんうんうん、うまっ。まずバターの風味がめちゃくちゃいい。美味しい。まあカレーは飲み物やけんね。飲もう。うん、デリシャス、うん、まあ10辛でも意外に辛くないや。20にすればよかった。うん、おいしい。うん、めっちゃうまい。で、マンゴラッシュが大好きです。ああ、いかがる。カレーには美味しいチキンがたっぷり入ってますよ。うん、うん、めっちゃチーズが入っとる。サービスかな。おお、ちょっと待って、めちゃくちゃすごい。うん、うまい。めちゃくちゃ美味しい。うん、うん、やばい、やばい、うまそうです。ちょっとインド式に手で食べたいと思います。うん、うん、何の肉やろ。なんかね、生姜が効いて、そんな辛いとかはないけど、すごい生姜風味で、うん、これつけよう。うん、うん、なんやろ。この食感は天ぷらに近いような感じかな。ちょっとこっち、うん、赤いもね、すごい手とすごくワイルドです。こっちは、うん、うん、あ、美味しい。うん、タンドリー大好き。うん、辛くはない。うん、やっぱ日本人が好きそうね。私はね、何よりもチーズナンが大好き。サラダのドレッシングが美味しいんですよ。こういう系のカレー屋さんって必ずこのオレンジのドレッシングで、これはめちゃめちゃいける。うん、このドレッシング売っとったら
欲しいぐらい。これめっちゃうまい、うん、これがね、めちゃくちゃ本当にね、このパターンね、これ10からでも私の味覚ではマイルドなんですよ。私がおかしいのかな、美味しい。でもさ、なんかまあご飯にかけるのもいいんですけど、やっぱり私はこうやってナンをつけてね食べるのが大好きです、うんうん、今日は朝からちょっと病院に行ってきたんですよ。あの自分の持病は腎臓結石もあって、で今も腎臓結石はこの間ね、あの右側にあのあって、それ落ちたんですよ。で今日はなんか左にまた一個落ちてきて、うん、ただもう痛みに慣れてるんで痛いんですけど慣れで病院に行ったのはあれですよ、逆流性胃腸炎ですね。これも持病なんですけど、まあ共通だったりとか、あの吐き気とかそういうのがあるんですね、うん、でカレー食ってんのかって感じでしょ、うん、でもね美味しい、うん、ちょっと日本7年目の店長にちょっとあのいろいろ質問してみたいんですけど、なんか日本に来てすごいなんか大変だったこととか、そうですね、うん、日本に来たばっかりの時がちょっと日本語も通じらないし、うん、でまた道とか渡る時がちゃんと信号とか、うん、あ、まあ、その交通ルールとかもちょっと分からない時が、スリランカ信号ないの？ネパールは信号がありますけど、うん、まだ今発展してるので、うん、まあ、たくさんところはないんですね。そうなんだ、はい、じゃあ日本みたいにきちんとこう整備されてるのはやっぱすごいね。そうですね。ああ、なるほどね。そうよ、道分からんとさ、地図とか見ながら。そうですね。漢字は読める？漢字は最初の時がちょっと読めない。だってひらがなもカタカナもあるし、はい、カタカナも完璧。はい、今は大体ちょっと漢字もちょっとぐらいは読めるけど、はい、最初の時がちょっと、でも日本の漢字っていくつか読み方があるでしょ。はい、ありますね。それ難しくないですか？それは難しいですね。あと地名とか。そうです、難しいですよね。難しいです。他にあと大変な、あ、食事とかは家で食べるの？何食べてるの？家で、日本食？日本食も食べてるし、うん、でまた日本の、うん、たまにラーメン屋さん行ったり。何が好きですか、日本食で？寿司？寿司好きです。え、向こうは寿司とかないの？そうですね、寿司はないけど、今はちょっと、うん、あの日本料理屋さんとかもできて、うん、できてるから、うん、はい、今ネパールでも寿司は食べれる、食べるよ。ぜひネパール行けたら。ネパールとか行ってみたい、はい、なんかすごそう。ぜひ。へえ、あとやっぱ大きな違いって何ですか、ネパールと日本の。大きな違い、気温、温度。温度は大体なんかネパールと日本って一緒なので、うん、あ、そう、じゃあ四季があるの？はい、寒くて暑くて。そうです、そうです。あ、そうなんだ、はい、なんか暑いイメージですね。けど、うん、日本のあっち、うん、夏はちょっともっと暑いですね。日本の方が暑い？暑い、日本の方が暑い。へえ、あと食べ物もなんか辛いもののイメージがある。そうですね、次辛さの調整ができましたので、うん、でも子供のうちから結構辛いものも食べたり？ちょっとずつぐらいですね。へえ、今向こうのなんか会社員の人って月にいくらぐらいなんですか、なんかお給料とか、ね、月なんかネパール、うん、あの日本より向こうの文化がちょっと安いなので、うん、給料とかもそれよりちょっとあの変わってくるんですけど、うん、ちょっと普通な会社だとなんか、4万5万ぐらいですね。で家賃とかは？家賃とかは、3000、5000、1万円ぐらい。じゃあ日本に来るとまず物価の違いも？もありますね。ありますよね、はい、だって家賃も全然違うし。違います。最近ほら物も高くなったでしょ。そうです、ね、食材とか高くなってますね、うん、
え、ちゃんときちんと、え、独身？はい、もう分けあり？結婚してます。したの？はい。え、日本人と？え、ネパール人。あ、ネパール人と、はい。ああ、やっぱりでも自分の国の人の方がなんか安心？安心っていうか、なんか、その文化もあるから、その文化守りも一つあるんですけど、その次が自分に好きな人に結婚するのが一番大事なもので、すごい、はい、愛を貫いたんですね。それはちょっと。え、ネパールとかもさ、離婚率とか高いの？離婚する人たくさんいる？あまりそのたくさんはないね。日本って多いじゃん。 20% ぐらいですね。 20% ぐらい。じゃあみんな耐えるみたいな。そうです。いやでも日本人はさ、結構ほら、いやでもかとかってみんなで仲良くして、すごい続けることという文化がありますから、なんか心温まる文化ですね。そうです。日本とかほらやっぱり嫌だと今すぐ離婚多いでしょ。なんか若い人とかも仕事ついてもすぐ辞めるとか多いみたいで、向こうの人はでもすごい勤勉だし、よく働いて、なんか真面目なイメージ、そんな感じでしょ。そうです。ネパールって住みやすい？住みやすい、なんか日本みたいな技術のそんなに高いはないですけど、なんかみんなで困るぐらいの生活はな、なんか自然とかも多いし、自然はめちゃくちゃ綺麗。そうなんでしょ、はい、いや私もなんか一回ガイドブック見て、いやネパールすごいなと思って。大自然、どこ行っても綺麗です。どこ行っても綺麗でしょ。はい、ね、すごい。また手つかずのところはたくさんあるんですよね。はい。ネパール行ったことないですか？ないんですよ。行ってみた。英語通じるの？英語通じる方もいますし、はい、へー。困るぐらいはないけど、ちょっとぐらいなんかネパール語勉強していった方がもっと楽しいね。でもさ、日本に来て何年目ぐらいからこう意思疎通が日本人とできるようになりました？ですね、日本に来てからと勉強しながらのアルバイトとかで話、やっぱ大変だった最初は。最初は大変だったね。お互いの、ちゃんとあのコミュニケーションが取れなかったり、なんかそういう時はちょっと大変だったけど、でちょっとずつ。だって福岡とか博多弁とか行って方言もあるでしょ、言葉。はい、標準語じゃないから。はい、そうですね。ちょっと博多弁もちょっと分かるようになってきた。ちょっとあの働く場所言ってちょっとなんか、ちょっと、でもスタッフはみんな外国人でしょ？そうです。で向こうの言葉で喋るわけだから、ここは向こうのことで喋るけど、お客さんはもうほらほとんど日本人だから。そうですね。へえ、やっぱそういう中でこう覚えていくんだ。でも今でも勉強で、勉強は終わりがないんですね。終わりがない。まだでも20代だから、はい、今後の夢とか将来的には何をやってみたいとかありますか？そうですね、一番はお客さんサービス業で、ちょっといろいろ学んでいって、またお店やりたいとか。そうですね、そういったことで。え、もうこのまま日本にやっぱ住みたい？はい。でたまには帰りたいなとか、ホームシックならないですか？あ、そうです。一時的記憶とかする場合もありますから、でももう日本が住みやすい、住みやすいし、でもうちょっとまた学ぶことが日本でたくさんあるから、ぜひ今若いうち学んで、すごい素晴らしい、行きたいと思います。旅行とかも行ったりしました？旅行もそうですね。温泉とか好き？温泉も行きますね。じゃあこれからも頑張ってください。はい、頑張ります。はい。